どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきたいと思います。今日皆さんに紹介いたしますのは、神奈川県は箱根の玄関口でもあります小田原のうなぎの名店ともえさんを紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。今回訪れるともえさんは、この箱根登山駅でもありますこの風祭り駅から徒歩5分のところに位置しております。さすが神奈川県ナンバーワンのうなぎ屋さんだけあって、開店10時前から多くの方でにぎわいを見せています。今回はこちらのお店自慢の一品でもありますうな重を注文しました。一体どんなうな重が出てくるのか非常に楽しみです。さて、注文したうな重が運ばれてきました。早速蓋を開けていきたいと思います。蓋を開けてみますと、このようにうなぎが光り輝いて見えますし、関東風でふっくらと焼き上げられているようです。ともえさんでは希少な食材でもあります青うなぎを使用しています。その最高の素材を誰が食べても美味しいと思えるように、微妙な違いを見極めながら職人さんが常に考えて工夫を凝らしながら日々焼いています。一口こちらのうなぎをいただきますと、あっという間に口の中でなくなってしまうほど非常に柔らかくてトロトロのうなぎです。ただただ柔らかいだけではなく、一噛み一噛みすることによって、このうなぎの本来の旨味がじゅわーっと口の中に広がる感じがもはやたまりません。ともえさんは関東風のうなぎの焼き方になりますけれども、表面は少し香ばしさも残っており、食べ応えは抜群です。うなぎとともにいただくお米もふっくらと炊き上がっていて、甘すぎず辛すぎないタレと絶妙な味わいに仕上がっています。そしてともえさんは旨味を引き出しているだけではなくて、油へのアプローチもいいからこそ、油の口当たりが非常に優しく仕上がっているのも特徴的だと言えます。関東風のふわとろ食感やうなぎ自体の味が好きな方にはたまらなく美味しいうなぎだと思います。そして卓上にはこのように山椒も置いてありますので、ぜひうなぎに振りかけていただくことをお勧めします。うなぎ好きのベッキムもこの味にただただ惚れてしまい、過去で一番美味しかったと胸を張って言えるうなぎでした。このうなぎを食べるためだけにわざわざ小田原に足を運ぶのも納得ができました。ぜひ今日紹介をしたともえさんに足を運んでいただき、うな重を注文して食べてみてください。これまでのうなぎの概念が覆るほどの感動が待っていると思います。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理や日本酒など多数動画を配信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!